武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は島根大学の入試について話していきたいと思います。島根大学ですが、2017年に人間科学部が追加されました。また2018年度ですねに関して学部学科の再編行われまして、総合理工と生物資源科で学科などが増減がそれぞれあるような形になっております。そんな島根大学ですが、センターの必要なパーセンテージですね、医学部ありますので、医学部医学科に関しましてはやはり高く8割後半程度、できれば9割目標という形で、他の学部学科はかなり幅はあるんですが、5割後半程度のところから高くて6割中盤程度にはなりますので、ただそれは平均なので、基本的な目標は、低めなところは6割以上、6割を超えること、そして、ちょっとセンターの配点高かったり、センターのボーダー高いところは6割、6割5分から7割弱程度を前期試験の場合は目標にしていく形になるかと思います。では、そんな島根大学の入試科目ですが、英語、数学、国語、物理、化学、生物、小論文の勉強についてそれぞれ話していきたいと思います。地学については割愛いたします。